おはようございます。このスピーチコンテストに出れるのは嬉しいです。出ることが決まった時にはどういうことを話したらよいのか分かりませんでした。今も分かりません。そして自分のしてることを話します。今まで9ヶ月の間戸端商業にいます。その間は長いですね。今までは楽しかったけど、実は最初は学校の生活が好きじゃなかった。しかしその時は何も真面目にしませんでした。私が戸端商業に来たら、みんなは私の来ることにすごく興奮しましたし、ああ、日本の留学は簡単ねと思いました。だけどみんなは私のいることに慣れたら、私のことがすぐ退屈になりました。それから誰も私のことは興味がないと思いました。何ヶ月では誰にも話しませんでした。すごく寂しかった。すごく難しかった。そんなことが分かったら、自分の日本の来るわけを思い出した。昔のアメリカの生活に満足しませんでした。友達がいたのに自分のことに嬉しくなかった。その生活で成長できませんでした。自分のことを変えたかった。そして日本に来ました。日本の文化を習うためじゃなく、日本語を習うためじゃない。成長、変わること。時々ここの寂しい生活から諦めたかったけど、そういうことをしたら日本の留学は意味がありません。それで日本の留学のことに真面目になりました。ゆっくりだけど私の日本語が良くなりました。戸端商業の生徒を知ることができました。それから今日本で楽しんでいます。残りの時間でも楽しみたい。みんなのことをもっと知りたい。みんなに私のことをもっと知らせたい。私がいろんな間違いをしました。私の言うことと性格から人を遅らせたけど、人間は間違えたら成長できると思います。もしも私は前に悪いことをしたらごめんなさい。それも私に話してくれた人、助けてくれた人、気にしてくれた人、そんなことが私にとって本当にありがたいです。どうもありがとうございました。